gonna. で、まあ、本当にあとがない状況で全員がもう、もうやったるぞっていう感じの気持ちで練習にも取り組めているので、それがまあ今日の試合にも表れた部分は多くあったかなと思います。フォワードなので、本当に得点という形で、まあ、チームに貢献して、まあ、絶対 JFL に残留するために、またこれからの練習に励んでいきたいと思っています。 相葉瑞希です。センターバックやってます。お願いします。まあチームの雰囲気としてはみんな仲良くて、でもやっぱトレーニングとかになるとやっぱバチバチしてて、本当にすごいいい雰囲気でトレーニングができてるし、まあチームの雰囲気はすごいいいんじゃないかなと思います。まあ今最下位にいるんで、しっかり降格圏から脱出できるように、しっかり勝利 という形でチームに貢献していきたいです。いや、FC 刈谷に就任しました村田和夫です。よろしくお願いします。中断期間挟んで、僕も入って初の公式戦だったので、まあどれぐらいやってくれるかなっていうのは、トレーニングの量にしても質をそのまま出せるのかなっていうのはちょっと不安だったんですけど、まあ入りはちょっと残念でしたけど、時間が追うことに
いい、まあ、自分たちの持ち物が出てきたかなという感じです。そうですね、まあ、当然やるからには勝ち点3を狙っていたんですけど、こじ開けることもできなかったし、逆に守備はしっかり我慢強くやってくれたかなというところで、改善点が見れたかなというふうに思います。で、改善点をして勝ち点3を取れるように練習しないといけないかなというふうに思います。もうこちらも下から上がっていくだけなのでですね、勝ち点3をこう、もしくは勝ち点1を地道に、積み重ねないといけないっていうことは、選手たちがもっとアグレッシブに戦わないといけないっていうことにつながると思うんですけど、それを練習からもう急には上手くならないんで、メンタルも含めて追いつけないといけないかなというふうに思います。